帰るなら今ですよ。どんどん世界中の人に見られますよ。はい、大楽の元です。今回の話題、韓国メディア反日横断幕撤去は旭日旗禁止と交換条件、そして今回ご紹介するタイ人の声、ほじゃないの陰ではこっそり日本のを見ているくせに、こういった話題から今回はお届けしてまいりたいと思います。日本に来て早々でしたね。選手村のベランダから李俊信なる人物の言葉をもじった、そんな横断幕を下げていたニュースをこれより前に大楽でも取り扱ってお届けしましたけれども、まだねご覧になっていらっしゃらない方はそちらもねぜひ合わせてご覧いただきたいと思いますけれども、その後翌日には話が動きましたね。IOC が政治的宣伝を禁止した五輪憲章に違反するとして横断幕を撤去させたことが17日分かった。この日会見した組織委の武藤事務総長によると、 IOC が憲章に違反しているとして韓国側とコンタクトを取っていたと説明した。橋本聖子会長は、あらゆる観点から見て政治的と捉えられるようなものは控えるべき、これはオリパラの理念と説明したということでありますけれども、まあパッと見には一見落着といった感じではあるんですけれどもね。ただ何でしょうこの説明は。 IOC も日本の武藤事務総長も五輪憲章違反とはっきり言っておりますのに、橋本会長は政治的と捉えられるようなものは控えるべきとね、こんな風に説明しております。的なものは控えた方が良いということなんですけれども、こういうことで良いんでしょうかね、この程度の説明ということで。こういうことですと次から次へとね彼らはやってきます。まあただと思ったらですね、もうすでに彼らは撤去と入れ替えるように虎がねなんか上から降りてくるという、そういった垂れ幕を下げておりました。何でもこれは虎が朝鮮半島の地図の形をね示しているというようなものだそうですけれども、これも結局あらかじめカバンに忍ませて持ってきたということだと思います。これでねしばらく様子を見て、第3弾は今度はね例えば竹島のね領有権を主張するような独独マップのようなものもね用意してるんじゃないでしょうかね。そういうものをまたぶら下げて喜ぶということもね考えていると思います。今回の IOC による措置を最後通告と受け止めることもできるとは思いますけれども、ただ今回の行為は確信犯でありますからね、本来は一発目で即座に何らかのペナルティー、そういったものを課す、そういったことが必要ではないかと思うんですけれども、最低でも次回への警告は発するべき、例えば次にねやったらもうこうだよということはね言うべきだと思うんですけれども、私は報道を見る限りそういったものは見ませんでした。それどころか韓国の中央日報ではこんな記事まで出しております。大韓体育会が東京オリンピック選手村に設置した李俊信将軍の横断幕を撤去する国際オリンピック委員会の圧力があった。大韓体育会は直ちに IOC に横断幕のフレーズに関する立場を説明し、競技場内の旭日旗応援に対して強く異議を提起した。 IOC は旭日旗の使用に対しても同じ条項を憲章50条を適用して判断することを約束した。これを受け大韓体育会も選手団応援横断幕を撤去することに合意したということでね、中央日報がこんなことも報じておりますが、旭日旗もだなんて話日本のメディアでは一切報じられておりませんから、まあこれもですねまた嘘でしょう、また嘘をついているんだと思います。ご本人たちの希望、夢、妄想といったところではないでしょうかね。嘘ではないということであればですけれどもね。まあただこうでも言わなければ、韓国国内では大韓体育会がこれぞとばかりにね、思いっきり考えて思いついた力作の横断幕を、
たった1日で引っ込めたのですからね、もう申し訳が立たないと必死なのかもしれません。韓国世論を抑えるということだと思います。旭日旗についてはとっくの昔に日本の当局と IOC 側で問題なしと結論付けておりますから、国や国際機関が公式に決めたことをどこかの国ではあるまいし、まあそう簡単にコロ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 覆すということはねありえません。ましてやまるで司法取引のようなね、じゃあ旭日旗も認めてねなんてね、こんなことはあり得るはずもないと、まあ論外だと思います。日本の大会関係者も IOC と韓国のやり取りは把握していないが、その後の取り扱いにも変更はないと、このようにねはっきり言っております。この動画が公開される時点でね、またどういうことがね起こって、どんな、ニュースが流れているのか私も知る由もありませんけれども、とにかく日本政府や組織委員は、IOC へ厳重にバンバン言わないとね、もうダメだと思います。まあということで、今回は全世界が注目するオリンピックという平和の祭典、こういうものであります。こういった今回のようなニュース一つ一つも即座に世界中に伝わっていくということであります。当然こちらタイにも伝わっております。そんな中で今回はこのニュースそのものズバリに対するタイ人の声をご紹介します。まずはね、こんな投稿が挙げられました。私にはまだ5000万人の韓国人がいます。これは李春申将軍の言葉。メッセージは東京オリンピック韓国代表宿舎のバルコニーにかけられました。これに日本人は旭日旗を掲げて抗議。韓国は2018年東京オリンピックで旭日旗の使用を全面禁止すべきだと IOC へ申し入れましたが、日本は広く用いられているもので政治的な象徴ではないと拒否していますというね、こういう投稿であります。実はこの後も韓国内の徴用工判決でありますとか、あるいはバイデン政権が仲裁に入ってきたよというそういった経緯、それから文大統領の訪日の行方などについても言及されておりますけれども、ここではねそういうことは割愛します。はい、これにどんなねタイ人のコメントが寄せられたかと言いますと、アスリートにどう関係あるのでしょう、スポーツマン精神もない単なる独りよがりですと、こういうコメント。それから次、これはお互いの信頼関係の破壊行為です。70年以上も前の戦争当時の話を自国の利益のためだけに未だに持ち出す国は世界に一つしかありませんと、こういうコメントですね。それからまあこれちょっときついですけれどもね、じゃないのと、ただ一言こういうふうに言っております。普段大使はこういうこと言いませんけれどもね、よっぽどこのニュースに呆れているんだと思います。はい、それから次、カンボジアもまたタイ文化の起源を主張し始めていますね、ということでね、我々も同じだぞということでしょうか。それから次、あの人たちはどこの人ということでね、もう何なのということでしょうね。五輪にやってきてああいうことをやってるっていうのはですね。それから朝鮮時代に戻らなければなりませんねということでね、笑ってますけれどもね。はい、それから次、ザランというドキュメントを見てから密かに彼らに同情もしています。日本が好きで韓国には頭に来ているものよりということでね、まあね、ザランというドキュメンタリーというのがあったんでしょうか、私それ知りませんけれども、まあああいうものを見たらですね、彼らがああいう行動を起こすのも分かるような気がするということでね、この同情するという意味もですね、大臣なりのちょっとね皮肉った意味合いも含まれていますからね。はい、それから次、反日民族主義で大きな日本に喧嘩を売る、日本製品を不買しているその陰ではこっそりと日本のをただで見ている、愛憎入り混じる復讐心でもう自分自身が崩壊しているのかもしれませんというコメントであります。それから次、
保証を受け取った他の国々は皆握手をして前に向かって歩き出しました。しかし韓国だけは未だに保証金をもらっていないかのように日本に要求し続けていますというコメントであります。それから次はですね、これね、反対意見アンチコメントということになりますね。はい、中国人と韓国人は日本によって破壊されたので、このような恨みは当たり前です。そこには多くの原因が根ざしており、教訓として忘れることはありませんということでね、これタイ人の人が教訓として忘れることはないなんてね、言う必要もなければ言うことはないと思います。まあですから、どこの人がねこういうコメントを書き込んだのかね、よくわかりませんけれども、これに反論が来ております。韓国は子供の頃から日本への憎しみを植え付けられていますから、忘れないというならそれで良いでしょう。しかしお金がすでに支払われて合意したことでお互いの話は終わりとされなければなりません。韓国が自分たちが制圧した国から問い立たされたことに対しては話をはぐらかして未だにちゃんと回答をしていませんね、ということでね、おそらくこれですね、ベトナムのことだと思うんですけどもね、ベトナムからはそういうね抗議の声がかつて何度も上がっているけれども、それにはね話をねそらしてばっかりいて何にもちゃんと答えてないじゃないかということ、これはもう同じ ASEAN の国ですから、大臣だって、まあ、東アジアのね日本情勢を知るぐらいですから当然よく知っているわけですよね。はい、それから次、勝っても負けても最後は礼儀だということをスポーツから学んでいないのですか、とこういうコメント。そして次はね最後のコメントであります。常に憎むべき敵がいないと前へ進めないのでしょうね、とこういうコメントでありました。まあ今回大臣がねいろいろとねちょっときつい言葉が入ってきました。また悪い冗談も入ってきましたけれども、ただあれは事実であると思いますけれどもね、まあそういう言葉を発するのもいろんな思いを胸に秘めながらですね、やっとの思いでタイの選手団も東京オリンピックへ行ったわけです。確かに今回東京五輪についてはいろいろと賛否もありましたけれども、最終的に送り出した選手には国を挙げて応援したい、そんな中でそういう大会をぶち壊すような人に対しては当然タイ人も怒るというわけであります。はい、ということで今日の動画はここまでです。皆様は今回の話題、そしてタイ人のコメント、どのようなご感想ご意見をお持ちになられましたでしょうか。ぜひ今回もまた皆様のコメント楽しみにお待ちいたしております。またチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、そしてベルマークのクリック、もしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。